おはようございます、こんにちは、こんばんは、バス釣りナナシでございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、競馬企画といたしまして、板橋さんの方に、ね、来てもらってます、うん、はい、今からね、15時半ぐらいですか、うん、G1 のレースがあるということなので、うん、一発予想してもらいたいと思います、うん、はい、どうぞ板橋さん。サクッとね、今日何のレースなの、それすらも知らないって。安田記念。安田記念、うん、安田記念ってことはあれ G の1ってやつですか。そうだね、グレード1。グレード1、はい、すみません、全然一匹も馬知らないんですけど、一頭も何を話せばいいの、何がどうなのかっていう。あ、じゃあ、レース予想プラス、解明、解明ぜひお願いします。あんまり言い過ぎちゃうとあれか、馬券が動いちゃうかもしれない。ちょっとさ、雨降ったじゃない。はいはいはい、ちょっとでも夜中結構雨降ったので、うん、今やや重って状態なの。むしろやや重ですか。やや重だけど、重よりのやや重だった。結構重いね、はい、重い馬場で、はい、でちょっと午前中のねレースちょっとだけ見たんだけど、芝のね、はい、レース見たんだけど、まあ 1600m じゃないけどね、マイルじゃないけど 1.6 だっけ、1600 だ、1600マイル、うん、でちょっと馬場は結構フェア、真ん中も、うん、内側も外側も全部伸びてる、うん、フェアだなと思って。だからだけどやっぱり外伸び、なんだかんだでね、レベルが高くなるとこういう時期の G1 とかレベルが高くなってくると、多分外伸び傾向なんじゃないかなともやっぱり思うんだよね。ってことは、この予想を見ると、17番ですか、17番のセリフォスとかですか。セリフォスも臭いけど、はい、セリフォスがね、はい、こういうババアでどうなのかなっていうのがちょっとあって、はい、そう、ちょっと難しいんだよな、セリフォス。だけどセリフォスがこれで3番人気じゃないの、はいはい、馬券の美味しさ考えたら、はい、美味しいんだけどね、はい、7倍ついたら十分、うん、7.2 倍ですね、直近で。まあ香港のクソ強い馬が来るのね、今年は。ロマンティックウォリアー、何番それ？それはね、7番。あ、7番。あ、1番。あ、1番人気、3.9 番。これ、3.9 番じゃぶっちぎってない。うん、多分ちょっとだけ馬場、適性を疑われてるでしょうからね。1000馬なんだ。1000馬だから、気性が悪かったんだ。まあ、いや、香港の馬って全部1000馬なんだ。あ、そうなの、うん、なんで？え、ね、そういう守護馬として成功させるとか、そういう馬じゃない。あ、もう勝てるためにも。走らせるために。ああ、そうなんだ。すいません、ちょっと。はい、で、15番のドイツバブル。15番、ボイチ、これもじゃあ美味しそう。あ、これも1000倍で、これってことなの、これ香港の方が強いのよ、この穴も。これがね、14倍ついてるじゃない、うん、これ美味しいと思うんだよね。じゃあ15番、金かパーだと思うんだけど、金とパーってなんですか。0か1かだ、着になるか着外になるかなんだけど、はいはい、美味しいなと思うな、ね、俺はね。あ、15番強いのに14番人気もついてて、はい、と、あとこのね騎士はね、うん、香港ナンバーワンの騎士は、ね、Z パートですよ、ザガリバード、ザガリパート、うん、これのねこの騎士がうまいのよ。だから騎士的にもね美味しいし、あと日本でも何回かね騎乗したこともあるから、何回と結構騎乗したことあるから芝合うの、それが分からない、結果が分からないけど、今はやや重じゃない。あ、ただ香港に寄ってるんか、馬場的には。馬場的に香港に寄ってると思う。あ、じゃあただ、やや重でも、やっぱり走破時計って早いから、32秒台ぐらい、うん、最低32秒台ぐらいで。何が、何メートルか。1分。だから、1600m、マイルで1分32秒台かなと思うんだよね。はい、前半行くかな。1分32秒台前半だと思うから、その時計に適応できるかって。じゃあちょっと鍵だな。じゃあズバリ、はい、生まれんで買うなら、いやちょっと待って。で、はい、俺その中でも俺がね結構注目してるのが、はい、香港馬じゃないのよ。なんすか。まあ香港馬で美味しいのは、はい、俺だったらボイッチバブルの方買いたいなと思う。ああ、はいはいはい。でやっぱね、オーツ的に美味しいのはね、注目点がダノンスコーピオン。ダノンスコーピオン、何番ですか。18番、うん、ピンクボー、戸崎啓太、栃木の人です。あ、はい、はい、ダノンスコーピオンもね、調教良かったのよ。27.1倍、うん、ちょっとね、はい、もうちょっとつくかなと思うんだけど、だけど美味しい。なんか調教がいい、ちょっとね、成績ね、汚れてるけどね、うん、で、はい、福永雄一先生に変わったんですよ、はい、調教師から。ジョッキーが変わった。もうジョッキーから去年、一昨年移籍したってこと。うん、それでこのダノンスコーピオンが、うん、そう、福永雄一厩舎なんですから。で、そこからね、ちょっとね、調子良くなってきてね、
ちょっとで18番 で、うん、でダウンスコーピオン多分移動の方がいいと言われてるけど、あの唯一勝ったね G1 ね、うん、3歳で勝ったね NHK マイルカップっていうのが、うん、一応両馬発表だったんだけど、うん、俺の記憶ではね、うん、ちょっと重めの馬場だったと思うんだよ。じゃあそんなタイムは速くなったんだ。そう勝ちタイムは多分速くなったんだ。勝ちタイムもそうだね、だけど32秒前半だから速、うん、いっちゃ速いけど、ちょっとねこのババの方がちょっと湿ったババの方がちょっとだけ向いてんじゃねえかなと俺思うの。両ババよりもちょっとそうやや湿った方がいいんじゃないかなと思うんだよ。じゃパワーも、パワーは結構あると思う、あったと思う。なんか NHK マイルの走りがちょっと印象があったから、でその時も18番8枠18番だったんで。じゃあズバリ板橋さん予想お願いします。ダノンスコーピオン単勝に。単勝、うん、結構穴行きましたね。いや穴じゃない、もったいない、こんなバトル打勝です、うん、はい、あとは、はい、ボイチバブルの単勝も買いたい、はいはい、ということで、うん、じゃあ発表しますと、ダノンスコーピオン18番とどれでしたっけ、あとボイチバブル、ボイチバブル何番、15番打勝です、うん、単勝2点、はい、当たるか当たらないかはあの試合です。以上の話になります。建築代表でございます。